しかもこれ何段ボールだ、さそうなんですよ、これなんで引いたんかなと思って、引く必要あったんかな、下にピッチがつくよ、あ、家に持って上がるけ、そうそう、あ、いやだって、ね、前の時もこれ下外して拭いたやん、綺麗に、これいいんやないかなと思ったやつ、なんかやるんだ、俺さっき車から箱下ろしよって、さっきバラしよったじゃないですか。だけ、俺に内緒で絶対薪ストーブ買っとんやと思って。ああ、そういうことね。まださすがに買ってない薪ストーブ。いや、ここに敷いとったけ、ダサーと思って。聞きました？さんの話。聞いた。聞いた聞いた。意外と見よったりしてね。登録しとったら笑うね。わかりませんからね、名前変えとったら、うん、なんかね、あんだけの人間が嫉妬じゃ、まあ大概やろ、もう噂でしょうね、うん、一方がこだったけ、もう二人の中でもう誰にも言うまいやみたいな、女子更衣室盗撮するとかやばいっしょ、まあ、僕らはよそから聞いてこう、外野っちゃ外野ですけど、まあ、盗撮は事実なんでしょうね、多分みんな言うけんね、うん、なんか業者に未払いとか言うのはもう遠巻きに聞いてましたよ、俺。書かしたと、まあでも俺は誰にも言ってないですね、まあ、こんだけ話が回っとうちゅうことは、見た目とか外観のこと言うからいじめになりますから、ね、そう、黒いとかはダメですよ、俺。そうなの、ブラック40とかダメ、ブラック40何ですかそのコードネームみたいな知らん、知らないっす、あったね、シャーペンのシーンの CM でね、うん、シャーペンのシーン、うん、ブラック40、うん、っていう CM もあって、ブラック40、ブラック40、それ硬さじゃないですか、濃さですか、濃さやね、なんや、あれなんやと思うね、 2B とか 4H とかそんなんですよね、の中のブラック40、まあ、これが黒の中の黒それが黒じゃなかったらもう他の色はもう、いや、この間外人の時も言ったでしょ、お前祖国のなんか同士が歌いよるとか翻訳してくれとかダメですよそんなん、読んだんかと思ったよ俺、コマが楽しませるためにマジ嬉しいサプライズやん兵道みたいな、そうそう、マジ嬉しいサプライズやん、今の話がどこまで使えるかなどこにピー入れたらいいかももうわからんけど、いやでも楽しいよ、コマもやっぱそんなさ注意するやん、いやそれ言われたじゃないですか、お前年取ったねっつって、ああ言うの、そう注意したりするの、うん、えでもよ、仮によ、あの時にさ、コマがさ静かにしてくれんかねとか言ってさ、はい、あいつらがこう持ってきてからさ、誰だ今言うたのはそれお前は同じ国だから違うなとかって、俺がボコボコ、ま、俺がボコボコ来て殴られたらどうする、助けないけど、もうエミリーって俺殴られる、いやでもあの10人の集団に今思えばですよ、よう言ったなと思いますけどね、それでなんか言ってきたら言ってきたで武器はいっぱいあるしさ、これねえ、だって何もなかったらもうやめてこまっつって言うやん、まあ由美さんが直接立って向こうに行くよりはいいでしょうけどね、うん、まあね、そんなことやられると夢にも思わない、だけどちょっとこっちからめちゃくちゃ賞あげてないやんか、いきなりなんか石投げたとかさいやいやいや何も注意せんでよ、いきなり石投げたとか言ったらもめるやろうけど、一応そんなことはせんやん、静かにしてくれんかねっていう常識的な範囲や、だけど高校生にしてみても多分常識的な範囲やったんやけど、あそこでだけど、あの、まあ、通じらんやつがおるっちことですね、世の中、そう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 、でましてや高校生やろ、風が出てきたなちょっと、またなんでガスなの、ガスノビリトンだ初めてキャンプ火で鍋を作って前のナタリーの歌は何やったんですか、ナタリーの歌、ナタリーの歌、ナタリーの歌とかあったかね、肉入れながら、ああナタリースペインのね
ペイン？そうそうそう、あたりのね、スペインの料理家の料理の仕方やの。あ、実在するんですか。そう、あたり、オリオイグレシアス、カシゴ。もうこれ本当言った本当言ったそんな。セロの歌いながら料理するんですか。そうそうそう、家で。ちょっとまくるん。絶対うまい今日の肉は。シャード気合いですね。ガンガン炊きましょうか。でここで。ご飯を炊きますか。ぴったりぴったりじゃないですかこれ。お、すごいぴったりや。これジャストフィットじゃないですか。こんなとこで地震来たら怖いよね。地割れとか。地割れ、地割れ、じわっと怖いってことですか。どういうことですか。怖くない。地割れってなんですか。あ、地面が割れる、うん、そういうこと。地面が割れたら怖い。最近の流行り言葉でも使いようかなと。これ激辛ですか。辛、激辛。2000マイル。煙が出るよね。念願の。シャッ。ラム。結構大きいですね。シャッ。うまそう。これうまい。ナトリシャラシャラシャラシャモラン。ミルキー。味付けなんかある。うん、そう。ケトインやけど。ケトイン。もしかしたら似てくるかもしれんけど、あとは好みで。シンプルで食ったよね。こんなでかいラムチョップは想像してなかった。おお、はい。いやでも音がいいよ。すごいですね。メルさん乾杯。コーン。いらっしゃる。はい。めちゃくちゃうまそう。匂いがいい。何が入れるんですか。塩とブラックペッパー。うん、ブラックペッパー。はい、本でバカまぶしでいいですかね。ああ、いいよ。腹ペコちゃん、もうペコペコなんじゃないのか。いやー、うまそうっすね、これは。いいヒットも。デン、いいデン。これはどうやって食べるんですか。そのもう手でもいいし、うん、このまんま、うん、頑張っていってもいい、うん、まだでもちょっと熱いけどね。このまんまいきたいけどな。うまそう。全然臭くないですよ。え、二人食べないですか。毎回食べる。そうそう、コマのやつで取っとった。コマの分を取っとったんやけど。ち、あっちやろ。あ、くらうめ。うめやろ。
外とジューシーなんね。うん。もう体に。うまっ。多分ね。低脂肪高収入だね。え？あった。低脂肪高収入。いい大学出たんすか。位の高い大学出た。白菜の芯がいいと思います。多分鍋。いいね、うん。うまい。うん。これは塊で買って自分の好みで厚さにカットするってことですか。いや、骨があるけ。あ、骨があるけ。骨の間を切らない。あっち。食いごたえある。ありますね。酒と合う。日本初めてね。ゆっくり食べなさいよ。誰も取らんから。この国では誰も人が食べるものは取らんから。ゆっくり食べながら、うん。靴下2枚も持ってないでしょ。持ってないよ。1枚半しか。それを寒い方だけ履けって言われた。あ、その1と 0.5。 そうそう、どうしてもどっちかが出るんや。それがどういうことや。今日は2枚重ねたら氷の上でも歩いていけるぞ。ナファルイ。うまかった。ごちそうさまです。ビビった話。このぬくさ、火があったらいいですね、意外と。うん、うん、風がもうあんまりない、うん、ね、風がなかったらね、こんな違うもんかね。まあね、でもあれぐらいの風が今吹いたらもう凍えじるよね。マジで。もう鼻水がつららんなる。今6度ですか。うん、6度、うん、ちょうど股間がテレサテンみたいな。あ、中華丼湯煎しました、はい、まだまだまだ、今ラムチョップ焼きよって。ご飯炊けましたよ。あ、できた。はい、完璧なご飯が炊けました。今蒸らしよ。蒸らしてます。火鍋も完成。火鍋も完成したん。火鍋を完成しました。ほんなら中華丼もそのままぶち込んでいいやん。蒸らしを間にバーって入っていけ。どういうことですか。ご飯、あー、かけて、うん、蓋して蒸らすってことですね。そうそうそう。前さん、俺これ土鍋の蓋開けるんで、うん、バーッと入れてくれんすか。いい、すぐ閉めるんで。いい、はい、会話出ていくよ。いいっすか、うん、いいよ。え、でもイチゴやろ。イチゴっす。メーカーさんが間違えた。よっしゃ、ウェイ。ちょっと伸ばしますか。うん、社長ごみに。あ、花が来て。ジミちゃん、クララみたい。動かん。動きようやないさ。失礼なこと言いなさいね。足がダメになってますね。いつか立ちますよ。しっこいけてるだけやろ。そう、相当我慢した。うまそう。それからもう一杯かけた。スープを、ラーメンの分が足らんくならんやか。罪な食べ物やな。取るよ。取ってます。これは名付けて、名付けて、名付けてですかね。いいよ。クレイジーですもん。ああ、なるほど。今日もいいよ。うん、家帰るな。飛んでるよ。うん、またいいよ。あ、そうですね。すげえわかります。家のありがたみがわかりますよね。あったかいし、楽やし。動画を回したら気に入っちゃうんですよ。
喜ぶんじゃないですか。北斗200列券。そういうのがやっぱこう小技入れるところが料理人ですね。ルーラー止めんか。